ソケット479は通常ラップトップで用いられるインテルの Pentium M セレロン M モバイルプロセッサ用の CPU ソケットである。インテルによる公式な名称は MFCP が及び i ン p が 479M である。479という名前にもかかわらず、このソケットを使用する Pentium M プロセッサは478ピンしか使用していない。 電気的なピン配置がソケット478と異なるため、ペンティアム M を通常のソケット478のマザーボードで使用することはできないが、機械的にはペンティアム M をソケット478に装着することは可能である。このため、ASUS はソケット479プロセッサを一部の ASUS 製マザーボードで使用可能とする。 ドロップインボードを製作した。現在では、Pentium M 用のチップセットは、Intel 855GM, GME, PM, Intel 915GM, GMS, PM, Intel 6300ESB に限られている。Intel 855GME チップセットは、すべての Pentium M プロセッサをサポートするが、Intel 855GM チップセットは90。 ナノメートル2メガバイト L にキャッシュのプロセッサをサポートしない。後年、インテルはコアプロセッサ向けにピン配置を修正したソケット M と呼ばれる新しいソケット479をリリースした。このソケットはプロセッサを誤ったソケットにご挿入することを防止するためソケット479から1本のピンの配置を変更している。ソケット M は インテル 945PM-945GM チップセットを使用した場合、667MT-S のフロントサイドバスをサポートする。